昔のことを思い浮かべている。あの頃僕は何を考えていたんだろう。季節を信じて歩こうとしたけど、どこを目指して嵐の中へ向かったんだろう。ただなんとなくそれらしく遥かな旅に出たよね。寂しい夜が切ない夢が涙の風が愛する人が恋しい声が抱きたい心がみんなみんなみんなしみじみと、そんなそんなそんな「ダイアリー」静かに包み込む小さなエピソード。これから僕はどこへ向かうんだろう。あの人が今も溢れる気持ちのままなら、ひたすらの愛を届けることはできないだろうか。ただなんとなくそれらしく密かな時に出会いたい。寂しい夜が切ない夢が涙の風が愛する人が送りします。最後は懐かしの名場面を見ながらお別れになります。はい、それでは皆さんありがとうございました。さようなら。